りしないといけないから、私が言うのもおかしいんだけど、子育てで忙しい時はなかなか作れないよね。その煮物料理が仕事に行っている間にできたらいいと思わない？シャープのヘルシオホットクックなら、食材と調味料を入れるだけでほったらかしで美味しい煮物料理が作れるの。ホットクックとスマホをおうちの無線LANにつなぐとね、もっと便利になるんだよ。シャープの心キッチンでは、今夜のメニューが決まらない、そんな時も聞いてボタンを押せば、みんなから評価が高い豚肉のトマト煮込みはいかがですか？調理履歴などから学習したライフスタイルや好みに合ったぴったりのメニューを提案します。メニューの材料や作り方も、筑前煮を作りましょう。画面と音声で案内してくれます。こんにゃくを一口大にちぎり、塩を振って湯通ししてください。予約調理も OK。 出かける前に食材をセットしておけば、帰宅後すぐに出来たて熱々のお料理が食べられます。お母さん、それとね、残業で遅くなるってよくあるじゃない。そういう時もスマホで簡単に予約調理していた時間を変更できるんだよ。便利でしょ？これがシャープの心キッチン。煮物料理もスマートに作る時代だね。